やばい、17分や。ギー、奥、あ、あら、あら、ちょっと。ヤダギー。すいません。ギーだ。おはようございます。あ、インタビュー時間に少し遅れてやってきたギーター。秋山さんと会うのは久しぶりです。久しぶりです。2年以上だもんな。そうです。3回キャンプ行ってないしね。もう今年で。じゃあ2、3年ぶりですか。いや2年、まだ2年ぶりだな。はい。テレビで見てます。ありがとうございます。活躍を。ありがとうございます。まずは今シーズンチームのキャプテンに選ばれたことについて。今までキャプテンしたことあるの？ないです。ない。初めて。はい。そうなんですけど。なんかキャプテン像とかなんかあんの？僕がアマチュアの時のキャプテンは、うん、みんなめちゃくちゃ真面目で、うん、練習いっぱいして、うん、っていうイメージなんで、うん、まあ、それなんですけど理想像、うん、プロってなると、うん、また別なんかなと思ってるんで、うん、はい、まだいいかなと思ってます、うん、なんかこうしようかああしようかなっていうのは別にそこはない、それはないです ね、うん、とりあえずちょっと真面目にやろうかなちょっと真面目にやろうかな気持ち真面目にやろうかなです。僕もキャプテンしたことあるけど、はい、キャプテンになった時って、はい、やっぱこうリーグ優勝とか日本一にやっぱなりたいなとかっていうふうに思ったけども、そうそう、はい、どう？いや本当もう優勝だけですね、うん、本当にそれができれば、うん、任務完了というか任務完了、はい、キャプテンになってもギータ節は健在。続いて今シーズンから指揮を取る藤本監督について聞きました。まあ、藤本監督になったけども、でも藤本監督今までね、バッティングコーチもね、はい、一緒にやったりとかしてるんですけども、はい、どう？藤本監督、まあ、今のところはあんまり変わんないです。変わんない？いやちょっと疲れてそうな感じはします。あ、見てて？はい。いろいろ考えることはいっぱいあるの。多分そうやと思うんですけど、うん、今までの藤本さんよりは疲れてそうな感じはします、うん、はい、監督業って大変なんだろうね。大変そうですね去年は3割には届いたものの打撃の主要タイトルを獲得できなかったギータ、今年の目標は？一番は全試合に出る、うんうん、ってのが一番目標で、うん、まあ、あとは、まあ、ヒットの数もホームランの数とか打点の数とか、うん、まあ、増える数字は意識します、してます、うん、今打率っていうのはあんまり正直意識してないです、うん、率ホームランの数とかやっぱり意識する？そうですね、まあ、ホームランもそうですし打点とか、はい、塁打数とか、うん、まあ、そういう増える数は今まで以上に。そうですね、はい、最高のもの出したいなと、うん、まあそれに近い数字は最低でも、うん、っていう気持ちでいます、うん、頼れる高の主砲が覇権奪回に向け今年のホークスを引っ張ります。昨年 B クラスという、結果に終わりましたので、今年は、優勝日本一目指して、全試合僕は試合に出れるようにしっかり準備します。応援よろしくお願いします。